PVC がポンと入ると刺激がバーッと伝わり、もちろんこっちにも伝わります。で、こっちにも伝わりますよね。刺激全体的に伝わっていくので。そうすると、ここを先に通ります。はい。先に通ると。そうすると、こっち側の回路がこう出来上がるということですね。はい。こうなりますよね。これが逆光性です。はい。検討速を逆に通ったとき。はい。じゃあ、この時にですよ。この時に、これが成立したときに、どういう波形になりますか？さっきと違いますよ、今度は。はい。はい。PAC がポンとありました。すいません。これもですね、ちょっと分かりやすくするために、今度は上向きに書きました、PAC を。はい。PAC がですね、刺激がどこからか分かりません。ポンと入りました。ね。その時に、たまたまここは、不応機から出してます。はい。どういう波形になりますか？これ、特徴的な波形になるんです。PSVP、超合点でした。本当にすごいです。と称賛されたセミナーで頻脈に困らなくなります。こちらのセミナーが書籍になりました。 Amazon で購入することができます。この書籍にはセミナー動画がついており、こちらの QR コードから読み取り何回でもご視聴いただけます。ここからお得情報です。谷口総司ホームページから書籍価格の 30% オフでこのセミナー動画をご視聴いただけます。詳細は説明欄をお読みください。このセミナーのゴールです。この PSVT をですね、理解する、これはもう当然です。どういうレベルで理解するか、上質頻拍ですね、説明できる人になると。はい。まずですね、数で分解します。次に図を使って分解していきます。それで、ね、今度は描いて分解していきます。で、この PSVT を理解する、それがですね、今回のセミナー。まず今日ですね、PSVT というものをやるんですが、実はですね、PSVT という不整脈はありません。PSVT というのはですね、ただ単に名前です。心電図を読めるようになるためのセミナーの谷口総司のセミナー、心電図のセミナーを受けたことある方をですね、対象としておりますので、そこはですね、基本的なところは今日はやっていきません。今日はこの PSVT に関してやっていきますので、もしですね、まだ谷口総司のセミナーを受けたことないよ、不整脈、特に不整脈ですね、受けたことないよと言われる方はですね、こちらもですね、してみてください。SVT 何種類か、3種類です。AT、AVNRT、AVRT、この3種類なんですよ。AT と言われるものは臨床で出る確率 10% です。AVNRT どのくらいの頻度で出ますかというと 50%、そして AVRT に関しては 40% 出ると。AVNRT と AVRT でですね、90% 占めるわけですよ。PSVT と言われたら AVNRT と AVRT をこの頭に連想できれば、もうそれで、はい、臨床では十分やっていけると思います。やるポイントとしてはここをやっていけばいいんです。心電図が得意な方、確率としては2分の1なんです。作れるみたいな。さらに図で分解していくと、この図が出てきました。これですね、実は、この方が書かれてます、医療系クリエイター、酒井。図で分解すると、こういうイメージになります。はい。これもあります。AVNRT は、ね、これもあります。AVNRT は大きく回りますよ。これが、この図で分解した形になります。描いて分解していきましょうと。AT ですね。これが心房頻拍と。PSVT はですね、ハートレートが150から250ぐらいなんだよ。タイルを同じ速度で回るので、RR 感覚はレギュラーになるんだよ。上質性なので、PRS の幅も狭いよ。そして、発作的に起こるものを PSVT と。はい。それではこれからですね、描いていきますので、ペンの準備は大丈夫です。AT の話はここで終わりになります。こっから本題に入っていきます。いきますよ。AVNRT って一体何ですかということは、先ほど言った、房室結節リエントリー性頻拍です。今度は房室結節の話です。はい。ぐるんと来て、両方回す。はい。ぐるんと上がる。ぐるんと来る。こうなりますね。はい。これは、不応機が、不応機があるんですけども、不応機がね、来た時にですね、不応機からですね、出してしまうんですよ。これが続くと、AVNRT になるということですね。こういう二つの周りがあるんですけども、数的に言うと、こっちの方がですね、もう 90% 以上占めてしまうので、もうほぼこれだと思っていただいて構いません。スローファーストの方です。房室リエントリー性頻拍。ここで、ぐるぐる回ってしまうと。これが順方向です。はい。この検討速を通って順方向に回りますよ。ということなんですね。じゃあ、ここで心電図を描いてみましょう。これが分かったら心電図どうなるかということですね。これが問題の8です。問題の8。逆行性です。はい。検討速を逆に通った時。じゃあ、この時にですよ。この時に、これが成立した時に、どういう波形になりますか？さっきと違いますよ、今度は。このデルタ波を持っている心電図。これ特徴的ですね。これが WPW 症候群と。そうですよね。PSVT を読もう。そういう努力はですね、もうやめてください。はい。ここまで来て、もうどんでん返ししますけども、やめてください。言いましたよね。不整脈で一番大切なことは何ですか？これ、ここで言ってます。不整脈を読むので一番大切なこと。これはですね、窒息不整脈を見逃さないってことなんですよ。わからないものを全部 PSVT って言ってました。その通りなんです。結局、結果論なんです。PSVT がどうか。